早速行ってみましょう。1、2、3、3階ぐらいまであるんですね。こんな感じだったということですね。あ、すいません。はい、ありがとうございます。コーヒーレストラン、ニューリンデンさんにね、行こうかなと思います。夜はね、初めてなんですけども、まあ、夜どうなってるのかというと、こんな感じになってます。すごい明るい感じなのかなと思ったら、結構ひっそりな、感じのお店になってます。早速行ってみましょう。以前も撮影 OK だったので、今回も大丈夫かと思われます。ね、この上、1、2、3、3階ぐらいまであるんですね。でちょっと今日はね、こちらの方にお邪魔しようかなと思います。よし、秋メニューやってますと、ね、クリスマスシーズン、じゃあ入っていきましょう。ランチ、これがもう8時な8時までやってるんですね。どうしようかな。ランチ、前ランチに頼んだんで、今日はなんかちょっとグラタンとかドリアを食べてみたいなっていう、気分なんですけども、種類もねめちゃめちゃ多いと、300くらいあったかな、かなり数が多いんですよね。で創業もかなり老舗レベルで、はい、めちゃめちゃあります。お酒もバーレベルでありますね。ぜんざい、安倍川、ピザもあります。でジュースもね、ミックスジュースかな、なんか、ちょっとスムージー的なものもいろいろとあります。秋メニュー、ナスビの インディアンドリア、なるほど。なんか美味しそうなネタが。本日良い子の良い子ランチは、できません。どうしようかな。どうしようかな。ね、秋メニューのナスビの、インディアンドリア、はい、一つお願いします。
まあ、こんな感じだったということですね。SNS で評判、ね、いろんなメニューがあります。あ、すいません、はい、ありがとうございます。お、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あちちちちち、こんな感じでございます。ドリア美味しそうですね。ね、単品で来ると思いきや、ね、ちょっとなんかセットのような感じで、これが秋メニュー、早速ちょっといただこうかなと思います。行っていきましょう。なんか開けてみます。これ、ね、手作りだそうです、ね、おいただきます。そうですか。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったですね。なんかもうちょっと、まあ、冬ですけど、まあ秋もね、まだ限定メニューをやってるということで、いや全然美味しかったですね。あ、でも限定というか、まあなんか似たようなねものはありました。で、まあ、この上にね、建物は何、まあ、3階建てになってるんですけど、おそらくね、こっち側があの最初からあるやつです。で、改装して、おそらくこのこっち側ができたんですよね。で、この上には、その先代の方のね、あの資料っていうか、書斎があったり、なんか結構ね、本が、図書館みたいな感じで結構本がね並べられているらしくて、この辺の郷土の資料がたくさんあったりしてるらしいですね。決してなんか住んでるというか家というわけでもなくということですね。前から気になってたんですけど、本当に夜行くことができたのと、この上が何があるかっていうのもなんか分かりました。はい、ね、今日はニューリンデンさんからお届けしました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。